おはよう。今日もバイトだね。今日は昨日のことを思い出しながら、これ以上店長を怒らせないように慎重にやってこうね。イキとシンは今日もいるのかな。なんだかんだ言いながらシンも結構フォローしてくれたし、顔見知りがいると助かるよね。で、お店までの道は覚えてる？僕ちょっと自信ないんだけど。この後は、あった、よかった。全然間違えずに着いちゃった。君って記憶力いいんだね。あ、シンってやつ今日もいる。一騎は見当たらないね。あとは店長だけなのかな。貴様、何をポケットしている。来たなら挨拶くらいせんか。貴様、少しは骨のあるやつだと思っていたが、昨日からの失態は目に余るぞ。寝ぼけているようなら基礎トレーニングを一からやり直させるからな。それが嫌だ。さっさと着替えて整列しよう。来るなり怒られてしまった。てか基礎トレーニングってメイドカフェでどんなトレーニングするんだよ。おい、あんまり店長を怒らせるな。こっちも迷惑なんだよ。分かんないことがあったら店長に見つかる前に俺に聞けよ。真にまで怒られたけど、何かあったらあいつに聞いてみようか。店長に怒られるよりいいしね。諸君、ご苦労だった。もう上がっていいぞ。貴様、何があったか聞くつもりはない。貴様にも集中力の下がる日はあるだろう。だが仕事に私情を持ち込むの、仲間たちの連携にも響く。昨日に比べればいささかマシだったがな。明日はさらに気を引き締めていけよ。ちょ、なんて勇気のある冗談を。元気があるではないか。明日は期待しているぞ。昨日よりずっとスムーズだったよ。この調子ならすぐに仕事を覚えられるね。っていうか、一応これも思い出すってことになってればいいんだけど。まあ元の日常を取り戻していけば、きっと昨日みたいに突然記憶が蘇ってくることもあるよ。とりあえずできることからコツコツ頑張っていこうね。あ、お疲れ様。あれ、イキ？今日休みじゃなかったっけ？今日は倒れたりしなかった？気になって来ちゃったよ。カバン貸して、帰ろう。うわぁ、本当にマメな男でびっくりなんだけど。あのさ、迎えなんてよっぽどの用事がなければいつもしてるじゃない。なんですと？普段からそこまでしてくれてるの？ねえ、ずっと聞きたかったんだけど、君何か僕に隠し事してない？君一昨日から本当におかしいよ。何かあったんじゃないの？何か困ってるんじゃないの？何かあるんなら一人で抱え込まないで、他のやつじゃなくて彼氏の僕を頼ってね。何があった？どんなことがあったら
いつもしっかりしてる君がこんな風に頼り投げになるの。歩こうか。昨日さ、迎えに来てって言われて、実はすごく嬉しかったんだ。何があったかわからないけど、君が僕に甘えてくれて本当に嬉しいと思った。いつも君は一人で全部できちゃうからね。今までは僕を頼ってくれることなんてほとんどなかったじゃない。だから嬉しかった。僕は君の心に近づけてるって思ってもいいのかな。今さ、本当は君も僕のことが好きなんじゃないかって思ってるんだけど、うぬぼれすぎだと思う？あ、返事はいいよ。言ってもらえるとは思ってないし、ただ言いたかっただけだから。これってどういうこと？これじゃ一輝の方が君に片思いしてるみたいだ。でもそれならどうして軽い付き合いに見せようとするの？記憶を失う前の君は一輝がどう考えてるか全部知ってて付き合ってたのかな？着いたね。カバン返してほしい？何ですと？返してほしいよね。ちょっとこっち来て。目閉じてくれないんだ。キスしにくいんだけどな。それって抵抗なの？君が嫌ならしないけど、本当に嫌なの？僕のことを好きになってくれたのかもしれないと思ったのは、やっぱり僕のうぬぼれだったかな。ねえ、目閉じて。怖いことしないから。はあ、まだダメなの？なかなか落ちてくれないな、このお姫様は。今度こそ行けると思ったんだけどね。弱ってるところにつけ込もうとしたのが敗因だったかな。あと一ヶ月しかないのに、また一から信用を築き直しか。こんなに苦戦するのは初めてだよ。ああ、ごめん。不安にさせた。でも愚痴くらい言わせてほしいな。君は、もしかしたら僕が落とせなかった最初の女の子になるのかな？そんなほろ苦い思い出も、たまには悪くないか。そういえば、女友達ってできたことないな。いいかもね、友達。この僕が落とせなかった初めての女の子で、初めての女友達。なんてね。嘘だよ。思い出で終わらせるなんて冗談じゃない。あと一ヶ月で必ず君を僕の虜にしてみせるから。負けを認めるなんてそんなこと絶対にしない。はい、カバン。じゃあまた明日、バイトでね。おやすみ。今の何？あと一ヶ月ってどういうこと？落とせないってどういうことなの？そんなのまるでゲームみたいな言い方じゃないか。あいつ君のことが好きで付き合ってたんじゃないの？記憶を失う前の君はあいつのことが好きで付き合ってたんじゃないの？
のバイトだね。一期もシフトに入ってるのかな。顔を合わせるのちょっと複雑だよね。最初は相談相手になってくれるんじゃないかと思ったけど、昨日のあれじゃあね。一期の本心がわかるまではこっちの事情を打ち明けるなんてとても無理だよね。とにかく気をつけていこう。今の君には確実に信頼できるって人が一人もいないんだもん。深夜店長は悪い奴には見えないけど。私は記憶喪失なんです。でも病院には連れて行かないでね。なんて言える仲じゃなさそうだし。っていうか、そんなこと言うと逆に病院送りになっちゃうな。はぁ、とにかくバイト行こっか。あ、おはよう。昨日は驚かせてごめんね。あんまり気にしないで。ちょ、それだけ？あんなことして、あんなこと言って、たったそれだけなの？あいつにとっては昨日のことなんて大したことじゃないのかな。はぁ、着替えてこよっか。全員揃っているようだな。それでは朝礼を始める。今日はまず諸君に注意してもらいたいことがある。とある筋からの情報によると、昨日当店の従業員内で交際関係におけるトラブルがあったそうだ。とある従業員が別の女性従業員に対し淫行を働こうとし拒絶されたと報告を受けている。は？シン、お前か？はい、家が近所のもので。背後に警戒が足りないようだな。店外での男女交際は大いに結構だが、業務に支障のないよう、それからヤジの度が過ぎないよう注意しろ。以上だ、解散。バレるのはいいんだ。まさか朝礼で注意されるとは思わなかったよ。シンを覚えておけよ。もちろん忘れませんよ。俺なりに衝撃的でしたし。まあ先輩は誰に見られていようと気にもならないんでしょうけど、そもそも気にするならあんなとこで堂々とキスシーン演じませんよね。見られるのは気にならないよ。でもさすがに店長に告げ口されるのは予想外だったね。驚かされたんで軽い仕返しです。それじゃ俺は仕事始めます。悪かったね。僕はそれほど気にならないけど、君は恥ずかしいでしょ。シンのやつ小学生じゃあるまいし、何を考えてるんだ。まあ多分若さんはそんなに気にしてないと思うよ。若さん流の冗談なんじゃないかな。でも真のそばには近寄らないようにして、からかってくるかもしれないからね。うん、僕もあんまり君に近づかないようにするよ。一緒にいてからかわれないようにね。思った通り、君は恥ずかしがり屋だな。からかわれるのに慣れてないんだね。嬉しいって言ったら悪いかな。僕の方は慣れてるっていうのにね。おい、事務所の二人、今注意したところだろう。勤務中の恋愛行為は禁止だ。はい店長、フロア入ります。怒られちゃった。じゃまた後でね。あ、そうだ、今日は帰りに用事があるから遅れないんだ。話すチャンスないかもしれないから先に言っておくよ。気をつけて帰ってね。本気で気にしてないね、あいつ。キスシーン見られるのくらい慣れてるって、まあ今時はそうかもしんないけどさ、
通それを彼女に向かって言うかな。なんかムカつく。それにしても真に見られてたとは想定外だったね。あいつ近所に住んでたんだ。あ、一緒に帰れないんじゃ待ち合わせ場所を探るための尾行作戦が実行できないじゃん。やれやれ、とりあえず仕事始めよっか。あ、お客様だ。お迎えしよっか。ここに一輝さんっていう素敵な執事さんがいるって聞いてきたんですけど。今日その人いますか？うわ、なんで一輝を指名するんだよ。あいつが来たら店内の静寂が破られるだけじゃなく、ものすごく醜い争いが。お嬢様、私をお呼びでしょうか？ありがとうございます。ですが申し訳ありません。お嬢様、お教えしたいんですが、当店の規則で業務中のアドレス交換は禁止されているのです。そんなルールあったんだ。じゃあ業務時間外に来れば教えてもらえますか？そこまでするとか言ってあんたも来るんでしょ。それはだって来ていいなら来たいに決まってるじゃない。構いませんよ、お嬢様方。もしご自宅にお帰りになっても私のことをご記憶でしたらいくらでも訪ねていらしてください。本当ですか？ええ、もちろん。もしご自宅にお帰りになっても私をご記憶でしたら。どうして覚えてる番なんて強調するんだろう。あれだけ騒いでれば覚えてるでしょ普通。何ぼーっと立ってるんだよ、焼いてんの？ふん、そうでもないって顔だな。気にならないわけ？俺だったら付き合ってる相手が他の男と目跡交換してたら黙って見てないけど。だって記憶なくす前の君はこの状態を受け入れてたっぽいんだもん。何も言えないじゃん。それとも前の君も内心腹渡煮えくり返ってたのかな。ま、普通そうだよな。好きな相手がああいうことしてればムカつくに決まってる。前から疑問だったんだけど、好きで付き合ってるんだよ。先輩に嫌だって言った方がいいんじゃないの？うーん、言えるもんなら言いたいよね。え、ま、俺には関係ないことだけどさ、変な関係だよな、あんたたち。うん、変な関係だよね、君たちって。やっぱり謎だと思うんだよね、一輝の態度。だってあいつが君を口説いてる最中なのは昨日の会話から間違いないでしょ。君の気持ちがどうだったかはともかくとして、一輝が君を落としたいのは事実なわけじゃない？それなら君に一途な態度を取った方が絶対いいでしょ、見せかけだけでもさ。
であんなに他の女の子とベタベタするんだろう。もしかしてあいつが言ってた体質ってのに関係してるのかな。なんだかんだやっててもこのマメな気遣いだけは忘れないよねこいつ。で、なんて返信する？まあ、それが一番無難な返事だね。はあ、なんだかさ、情報を知れば知るほどよくわかんなくなってくね。とりあえず、今は日常生活を取り戻すのが先決かな。当分はバイトしか予定入ってないしね。そうしてる間にポンと記憶が蘇ってくれるといいんだけどな。おはよう諸君、本日の朝礼を始める。本日は編成の都合上、スタッフ2名での運用となる。互いに任務を確認の上、客の動きを見逃すことのないよう十分注意しろ。また、昨日指摘した通り、勤務中の死後にも注意するよう。以上だ。いつまで経っても慣れない、このノリ。一人だけ世界観違う。慣れてしまえば気にならないのかね。一気は平然としてるけどさ。で、そこの二人、いざこざは解決したんだろうな。しましたよ。っていうか、初めから揉めてません。真からなんて聞いたんですか、若さん。貴様が接吻を迫り、逆に平手打ちを食らわされ、彼女は泣きながら逃げたと聞いた。うわ、ひどいな。キスを迫ったところしか会ってないですよ、それ。そうか。まあそんなところだろうとは思っていたが。だがこやつ、最近は不安定な様子が目立つ。仕事に私情を持ち込むなというのは真面目な話だぞ。動揺させるのもほどほどにしておけよ。イエスさん。参ったな。君の様子がおかしいのって僕が迫ってるせいなの？違います、多分。むしろそうだったら嬉しいんだけどね。それだけ意識してるってことだし。でも残念ながら君の様子が変になった頃、僕は何もした覚えがないんだよね。いつもと変わりなく口説いてただけだと思うんだけど。そろそろ何があったか話す気になった。そっか。君は僕のことを信頼してくれてると思ってたんだけど、そうでもなかったのかな。残念だけど、君が話す気になるまでもう少し待つよ。いや、話したいのはこっちだって山々なんだけどさ。あんたの曖昧な態度が問題なんだよ。信用できないの。だよね。じゃあとりあえず仕事の話をしようか。今日は二人だけだから、どっちかがいつもフロアに出てるように気をつけてね。主に君がフロア担当っていう感じで行くね。君はフロアの方がやりやすそうだから。女性客から僕にお呼びがあったら交代してキッチンに入って、それでいいかな。やっぱり記憶のない身としてはさ、調理が必要な厨房より接客してる方がまだ楽だよね。じゃ、よろしく。それにしても今日は二人だけか。ここのスタッフってシンと一輝と君、三人だけなのかな。二人いれば回せそうだけど、この間一輝と君、二
二人して休んでた日があったよね。あの日はどうしたんだろう。後でシフト確認してみよっか。あ、とりあえずフロアに出よう。店長に怒られる前にね。お疲れ様。意外と二人だけでも問題なく終わったね。それに接客って楽しいかも。いろんなお客さんが来るし、君って可愛いから人気あるしね。と、そうだ、シフト表を確認してみようって言ってたね。多分この部屋のどこかにあると思うんだけど。あ、あったあった。あ、君と一輝が休んだ8月1日はミネって子がシフトに入ってるね。名前からすると女の子かな。長期休暇を取ってるみたいだね。この子を入れてスタッフ4人か。それにしても働いてるな君。週6日バイトだよ。シフト表真っ黒。ん？あれ？これって一輝もだ。君とほとんど同じシフトだよ。同じだけ働いて同じ日に休んでる。この間一輝だけ休んだ日は特別だったみたいだね。なんだろう、これって二人で示し合わせて決めたのかな。多分そうだよね。でも二人とも働きすぎじゃない？なんでこんなにバイトしまくってるの？旅行にでも行くの？それにしたってここまで働かなくてもいいよね。何かお金が必要な理由があるのかな。あれ、なんだろうこの日。ほら、19日から21日の3日間、二人とも連休取ってるよ。連休なんてここだけしかない。もしかして一緒に旅行？いや、まさかね。キスもしてないのに一緒に旅行なんて。後で一輝のやつにそれとなく確認してみようか。聞いてみたらなんてことないことかもしれないしね。お疲れ様。もう上がるでしょ。あ、噂をすれば。着替えてくるから、いつもの場所で待ってて。は、この時が来た。よし、帰るふりして一輝をストーキングするよ。いつもの場所を探るんだ。はいはい、少し静かにね。ねえ、今日も一緒に帰れないの？大学のレポートが結構忙しくてね。そうなんだ。まあ途中までならいいよ。一輝って真面目だよね。ねえ、今度私に勉強教えてよ。別にいいよ、今度時間が合えばね。もう、そんなこと言って見てくれないんでしょ？絶対よ。はいはい、かしこまりました。いや、羊さんぽい、かっこいい。わかんないな。なんで君は彼氏が他の女たちとイチャつき終わるのをじっと待ってるんだろう。しつこいようだけど、こんなの絶対おかしい。待ってなきゃいけない理由が聞きたい。君は平気？嫉妬で胸が燃えてたりしない？あ、記憶がないんだから嫉妬するわけないか。今の君はあいつが好きなわけじゃないもんね。あ、移動し始めた。よし、気づかれないように後をつけよう。18時10分、対象が多数の女の子を連れて移動、尾行を開始する。18時15分、対象は駅付近で女の子たちと別れる。一人で裏路地に入る。対象が突然走り出した。尾行に気づかれたか？このままでは不審者扱いされるかもしれない。どうする？
うん、尾行に気づかれたのではないという判断か。なるほど、部外者と別れたから急いで待ち合わせポイントに向かったというわけだな。こちらに気づいたわけではないと仮定し、急いで追いかける。対象が立ち止まった。戸惑った様子で周囲を見回している。ここが集合ポイントと見られる。以上、尾行成功。よし、それじゃあ満を持してあいつに声かけようか。ジュース買いに行ってたとでも言っとけばいいよ。あれ、いた。どこ行ってたの？ああ、なんだ。こっちこそ待たせてごめんね。完璧な尾行に完璧な言い訳だ。すべて計画通り。で、あれ？ここって一昨日一輝が君のことを待ち伏せしてたところじゃん。これで明日からはいつもの場所でって言われても大丈夫だね。一歩前進だ。いや、それ以前にどうしてこんな場所で待ってなきゃいけないのかってとこが問題なんですけどね。ただいまー、おかえりーって、うわっ！待ち合わせ場所特定に浮かれて19日からの謎の連休のこと聞くの忘れてたよね。うっかりしてたな。明日はちゃんと聞かなきゃね。とりあえず今日のミッションは無事達成ってことでいいんじゃないかな。お疲れ様でした。